プロゴルファーの奥山です。今日はなかなか練習場の行けないアマチュアの方に向けて室内でできるフェースコントロールの練習方法を説明したいと思います。ぜひ参考にしてみてください。まず最初に正しい動きを説明します。グリップエンドは最初お腹を刺します。テイクバックをしてフォローの位置でまたお腹を刺します。これが正しいローテーションです。ここからこうです。ここからこう。本当はフォローでお腹を向かなきゃいけないのに、インパクトでお腹を向けるとフェースがかぶって引っ掛けてしまいます。ここからこういう状態です。これは引っ掛ける原因になります。フォローでグリップエンドが外を向いてしまうと、ボールが当たった時にフェースが右を向きすぎてボールが右に行ってしまいます。このような状態です。この2つの原因が出ないようにするために、室内でできる練習はグリップエンドがお腹を向いてテイクバックをして、このフォローの位置でやっとグリップエンドがお腹を向くように練習をしてください。こうなりますね。先ほど言った2つのポイントを注意して練習をするようにしてください。このような練習をしておくと、練習場に行かなくてもフェースのコントロールがしやすくなります。簡単にフェースローテーションが身につくので、この素振りをぜひ試してみてください。